ことないともうダメだ。ピーヒャラになり、トイレに走っていきました。よもぎの中に埋められた。怖っ、怖っ。何の鳴き声？初めて聞いた。ノコギリみたいなのいる。ノコギリ？ちょっと、領土。何足広げてんだ。変なのをしてる。俺ははみ出てる。右側に、ちょっと。あっち行け。人脈してくんな。なんか剣に。なんでこんなに狭いんだとか言ってたよね、さっき。寝ぼけながら。めっちゃ狭かった。起きるよ。ん？やばいよ。昨日3時に起きるとかって言ってたのに。8時だよ。うん。ない、下の人。あれ？鼻詰まってんの、うん、鼻詰まってんの、うん、右が閉鎖。右閉鎖。ケンみたいに鼻の清掃まだしてないんで、ケンは朝起きたら必ずティッシュぐるんぐるんにした棒みたいなやつ鼻に入れてグリングリンしてっていうのやらないと。なんで言うの？言うなって。それやんないとケンは行動開始できないんで。ご飯食べる前もそれやらないと味をしっかり感じれないからって言って、1日3回はやるよね、ケン。弱くていい。急遽ピーヒャラになり、トイレに走っていきました。急いでます。めっちゃ早い。果たして間に合うのか、金太郎。ケンがトイレに行ってる間に雨がポツポツ来てしまったので急いで片付けます。やばい、急に土砂降り来た。雨がやばいのでインナーテントだけ先に片付けます。下がぐちゃぐちゃになる前に。ケンがまだ帰ってきません。がっつり雨だ。天気予報めっちゃ当たってる。9時ぴったりから降った。濡れちゃってる。すごいです。ちなみに私たち以外の2組は
早々に片付けてもう帰っておりました。私たちだけダラダラと遅くまで流暢に外を眺めていたら流暢のんきに外を眺めていたら雨に当たり、もうこのキャンプ場には誰もいませんでもほら雨キャンプの方が好きって人いるじゃん、いいよいいよ、風もないし雨が葉っぱに当たる音がいいですよ、鮭焼くかっけ、お腹すいたね、メジャーでかいミミズがいます。ちょっと下見て、待って、大量発生してるじゃん、ミミズ。木の枝までミミズに見え始めるやつだぞ、これは。ミミズがめっちゃ嫌いなんだよね、ケイトは。仕事休みたくなる、雨の日。ミミズを見ると。あ、雨の日さ、公園の横通るんだよね、職場まで。職場までっていうか、駅まで。その公園の横の道って、なんか、まあ、自然豊かだから。いるよね。雨降ると、もうほんと、一本に一匹ぐらいのさ。目をつぶって走る。その手は何だった？傘。傘か。久々にミスティンで止めたんだ。こちらです。新メンバー。新メンバー。なんかこの間多分斉藤夫婦さんの動画見てて、これで焼き鳥焼いてたんだよね。うん、これだったのかな？これと同じメーカーだったのかちょっとあやふやなんだけど、とりあえずこういうコンパクトなコンロみたいのでささっと焼き鳥焼いてて、いやめっちゃ欲しい。朝から魚焼きたい時とかにわざわざ焚き火台出してたじゃん、うちら、うん、あれめんどくさいからいいなと思って即いい購入しました。中どんな風になってるんだっけ、俺まだ見てないんだよ。これをまずこうやるじゃん、でこう立てんの、で開けたら出てきて、あ、網も入ってんの。そう、へえ。でここなんかひょこってやって、え、ここに何置くの。そう、これがこんな入ってて、こうやってやって、で、これ入れんの、なるかな、どういうこと。今調べたらシンプルに乗せるだけだった。で、それなら簡単だね。うん、これを買ってみたのよ。即着火で1分でバーベキュー、ロゴスの森林伐採しないヤシガラタン。あ、ヤシの木の実のなんか柄の炭で、これ1個でステーキ4枚焼けるの。すごくない？すごい、これ高いよ、何百円とか。ちょっと雨の音で音声が入っているかどうかちょっと不安ですけど、焼いていきます。はい、焚き付けみたいな感じなの。なんか20秒同じところを火つけるって。おお、来た来た来た、これやばいっしょ、鮭燃えるじゃん。お、あ、すごい、めっちゃ楽じゃん、煙なくなった。うわ、すごい、もくもくそこ分かりやすいよ。おほほほほ、めっちゃいいじゃんね。おお、
ょうど鮭の切り身2枚ジャストフィットで、うん、反対じゃん。そうそう、事故った、事故っちゃった。まあいいか、うん、味見したらめっちゃうまかった、うん、次は県の卵焼き。はい、あ、じゃあここでさ、ウインナーも焼こうよ。うん、3本ずつそんな食うのあんた。ウインナー 2.5 本ずつだな今日は。何してる。まだできてないよ全部、泥棒。いらないの。って食べるよ、そんな食うの。しっかり半分した、しっかり半分した。やっぱシャウエッセンやな。いや、フライパンで焼くのと違うわ。全然違うわ。鮭は再加熱中です。はい、県の特製卵焼きです。久々です。あ、うまくいった。箸で、しかも。うまくいった。これで。ほら。めっちゃうまい。完成。完成でーす。中ふわふわだ。いいんじゃないですか。だってやばい、過去一かも。今日のメニューは焼き鮭、ウインナー、県の特製卵焼き、しじみの味噌汁。いただきます。いただきます。さっきのコンロまだ火ついてるから、鮭温めたかったら自由に焼くスタイルで、うん、うん、やだもう、シェルターのないとダメだ。フルスクリーンのテントないともうダメだ。もう夏終わるんだよ、そしたら虫いなくなるんだよ。うん、ほら焼きたて。いただきます。うわ、今日の鮭はトラウトサーモン、これは外国産でしたけど。いただきます。うまい。あー、ご飯も美味しい。んー、いただきます。塩加減めっちゃ良くない。うん、世界一の卵焼き。うまい。うまうまい。薄めで、あ、今ちょうどいい。うわー、しじみもしみる。どっちもしじみか今日は。うん、ほら、ケイト、この今日初めて使った、うん、なんとかの炭、インスタント炭みたいな、ヤシの炭。めちゃくちゃいい、うん、焚き付けとかにしてもいいってことだよ。あ、これを、うん、あ、確かに、うん、最近の朝飯ずっと麺類だったもんね。こういうのもいいわ。なんかやっぱり和食が好きみたいです。うん、和だねやっぱり。昨日さ、カップラーメン食った後椅子の上であんた寝てたんで。え、覚えてない。覚えてないの。
で、その後歯磨いて帰ってきて、一人でインナーテントの中入って秒で寝てたんだよ。疲れてたんだ。起きなかった夜。うん、一回も起きなかった。なんか快適だったんだよ、昨日の夜は。そういえば、けど何もかけてなかったよ。あ、スパッだよね。まあ、うん。本当朝から焚き火やりたかったのにな。できなかったな。それは早起きすればできたんだよ。もともと3時に起きるはずだったのに、起きたの8時だった。3時は無理だよ。だって寝たの12時だもん。せめて5時。目標のさ、起きる時間とそんなに差が生まれることあんの？3時に起きようと思ったけど、8時に起きたみたい。いや、3時には起きようとしてないよ。してないでしょ、ケン。ケンとか言ってたじゃん。3時に起きるか。冗談。だって、湖から日の出が昇るとかだったら頑張るけど、本当にここ私が通ってた高校がそもそも家の近くだったんだけど、うん、通ってた高校から10分ぐらいの、うん、本当にもう本当に、ま、街中からちょっとずれたぐらいの。頑張ったらさ、徒歩で来れるんじゃん。2、3時間かかると思うけど、まあ、チャリは確実に来れる、うん、いや、いいよね、やってみたい、うん、八犬山かワンダーランドにチャリで来てみたいね。ちょうどいいかも、もうちょっと涼しくなった頃に、うん、徒歩で2時間ぐらいだ。そうなんだ、ありじゃん。チャリで45分。チャリ余裕じゃん。秋ぐらいから。事件発生しました。残ってるからね、こっちは。僕の足の上に毛虫が登ってきて、うわって驚いて、ここ当たっちゃって、シジミの汁がダイブしてる。私のズボン。ちょうどケイトのね、ここに。何ここ。ここにね、こういう感じで。ズボン。ここシジミまみれ。シジミまみれになって、シジミの殻も全部足の上に乗っかって。ごめんごめんごめん。喧嘩してたの。喧嘩。すいません。怖かった。こんなちっこいイモムシ。サイズ関係ない。イモムシはイモムシだから。すまん。鮭の皮あげたら機嫌良くなった。もう一個食え、鮭の皮。うまい。鮭の皮で機嫌良くなりました。皮が一番うまいんだ、鮭は。ドロドロだ、肝が。これは大変だ。これ拭いても拭いても結局さ、うん、ついちゃうからさ、またこれ音下ろした時にね。そしてタオルがもう汚いし、どうしようもない。もういいです。これはこのまままたゴミ袋に入れて家に帰って吊るしてからさっと拭く。ケイトの好きなカモ。飽きない3匹いる。早く潜る練習してるの。うまいね、潜るの。キャンプ場出まして、キャンプ場の近くにめちゃくちゃ美味しいスコーン屋さんがあるから行ってみた方がいいよって友達に言われてたんだよね、うん、それ今ふと思い出してスコーン屋さんにやってきました。私めっちゃスコーン好きなのさ。好きだよね、ケイト。で、家で作るぐらい、もう本当。あ、そうだ、家で作ってたね、スコーン。見た目、一軒家。うん、めっちゃおしゃれじゃない。おしゃれ。真っ白で。店内めっちゃおしゃれだった。うん。食べるの？持ち帰んだよ。あ、持ち帰んの？うん、今からアイス食べに行くんで。ああ、行きましょうか。え、分かりづらいね。いいね、隠れ家。それがまたいいよね。あ、We are closed。 え、今空いてるって書いてあったよ、ネットには。やってないの？どうなんだろう。これ？うわー、
クローズだわ。うわ、めっちゃ雰囲気いいじゃん。キッチンカーなんだね。次探します。はい。なんかお店の人がいて、うん、あれもしかして開きますか今からって聞いたら、うん、いや今日大雨だったんで店閉めることにしたんです、そしたら晴れちゃって完全に読み違えましたっつって悔やんでた。結局今日はオープンができないそうで、まあ近いからね、また来よう、また来よう。いやー、ここ絶対うまいね、うん、なんかめちゃくちゃいい牛乳、厳選された牛乳を使った 100% ミルクのソフト、グラスフェットミルク。いい名前。なんかグラスフェットってさ、うん、あれかな、牧草しか食べてない。ああ、そういうこと。自然の環境で放牧され、牧草のみで飼育された牛。合ってたよ、珍しく。すごいすごいすごい。今たまたま通りかかって、グラスフェットミルクの宇野牧場ソフトって書いてあったから立ち寄りました。意外とさ、どこにでもグラスフェットってあったりするのかな。なんか今までのもグラスフェットだったかもしれない。テシオ。テシオだって。こんにちは。めっちゃ綺麗。グラスフェット。なんかモレコ。すごい舌触りが初めてだ。すごい食感がすごい。何これ。なんか雲食べてみたい。雲。空の雲だよ。スパイダーじゃない。それは分かってる。雲でしょ。雲食べてる。マジ。これは初めての食感でしょ。めっちゃうまいわ。味自体はちょっと甘めだよ、うん、さっぱり系っていうより甘めだけど、あのなんか食感が、食感が感じたことない、ほんとに。どんな感じ。雲はんぺんみたいな。ああ、そうそうそう、うん、どうでしょう、ピスタチオ。ちょっとなんかチョコチップをおまけしてくれたやつ、ね。ん？静かにしろよ。ピスタチオ。めちゃくちゃうまいぞ。滑らか、味がうまい。ピスタチオのソフトってやっぱ物によってはさ、いろいろで。ハーブティーの試飲までくれた。そう、そう、本当に。なんか見えた草原。ヨモギの中に。ヨモギの中に。埋められた。怖っ。ヨモギの中に埋められた。時の感覚。はい、どうでしたか、今回は。いや、いいキャンプでした。急遽決まったサクッとキャンプ、こういう方が逆に好きかもしれない、うん、なんか急に行けるってなった時のワクワク感すごく、うん、あとその仕事を終わらせてから行くビール、うん、やっぱうまい、うん、うまいね。金曜の夜感だった、うん、直火もできて最高だったね。雨だけがね、ちょっと芝じゃないので、ちっちゃい小石みたいなのがスカートについてて、それは帰ったら洗いますが、うん、シーマーも良かったか。次は湖に行きます。大好きな湖のキャンプ場があるんで、そこに行きます。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。Oh.